だぞ。早く起きてね、お兄ちゃん。聞いた、神さん、今日も服装違うな。本当になんかあれだね、ゲームスタッフに愛されてるね、北上さんは。別に、毎日立ち絵違うってすごいことだね、これ。そうね、ガコンガコーン、あ、ガコンガコーンって自分のセリフかと思った。急に何ダメでしょ、北上さんと会話中に急にガコンガコーンって言い出したら嫌われるわ。ここまで気づいてきたものが全部崩れるわ。夕焼けで赤く反射してた。そうね、綺麗だね。今みたいな一瞬を写真に撮れればよかったのに。寂しいわね。まあ夕暮れ時はね、夕焼けの景色って。あは、日が暮れると夜が来るからそう感じるのかな。どうかしらね。でも俺は夕焼けが好きだな。私も嫌いじゃないわ。意見があったね。ただそのスカーフはどうかと思うけど。いや、北上さんはおしゃれなんだよ。そうね、でも少し疲れるわ。確かにね、北上さんは金沢から乗ってるからね、もう結構長い旅になってますよ。俺のことなんかお構いなしでささっと行っちゃうんだからな。いや、結構かまってくれてんだと思うよ、内心は。博多に着きました。デート今回はっていうか、ここが最後のチャンスなんだよ。デートをするとすればいないの部屋にすらいないか。もう出かけちゃってるってことは、ひょっとしたらまたあの聞き込みをしに行ってるんじゃないのかな。これはやっぱ何かあるな。福岡博多だっつってんだよ。博多ラーメンに明太子、いいね。おお、この服装もいいな、北上さん。福岡ではどこに行くか決めた？別に。何回目の別にだろうな。だったらいろいろ行ってみたいところとかないのかい？昔ここ住んでたから。ここに住んでた、博多の人だったんですか？小学校の頃。でもすぐに次の町に引っ越したわ。転校することが多かったんだ。ええ。ああ、だってね、親が海外勤務って言ってたっけ？いろいろ飛び回ってたんだ。あ、だから名古屋校の時に来たことがあるっつってたんだ。ああ、つながったよ、今。福岡に知り合いとかいるんじゃない？いろんな場所に友達とかいたんだろう。それはちょっと聞いちゃいけないことじゃないかな。大丈夫かこれ。そうじゃないの。そんなものいないわ。かわいい。リュックサックかわいい。北上さんおしゃれだな。街へ出るの。あっちの方。わかんねえ。俺もそっちの方に行くところだったんだ。偶然、ね、当然でしょ。偶然だね。じゃあ一緒に行かない？そのあっちの方にさ。海の方。あお。いいね。そう、海の方ね。勝手にすれば。俺は海の方に行きたでしょうがねえんだ。え、電車で行くの？それならどうしてわざわざ駅前まで出てきたんだ。え、俺と話しに来てくれたのかい？いや、やることがいじらしいな、北上さん。ここはどこだ？お、なんか初めてデートっぽい感じかこれ。綺麗な綺麗な海だな。海からの風が来ると結構涼しいし、海の中道って結構いいとこだね。そうね。うん、ベンチがあるから休んでいこう。ええ。おー、なんかなんだかんだでデートだこれ。海は好きなの？俺は好き。夜なら夜なら。夜の海が好きって意外とロマンチック。遠い闇の中から波が押し寄せるの。怖い。海って広いよね。サイコパスの答えじゃないですかこれ。
喉乾いたわ。ねえ、なんか買ってきてくれない？パシリじゃねえかよ。もうどういう付き合いなんだ俺は。オレンジジュースとか炭酸の入ったものがいいとか。好きにすれば。難しいな、北上さんの好みって。何を買えばいいんだ。こういう時はオレンジとコーラを1本ずつ買っていけば間違いない。甘い。え、いない。待ってくれって言っておいたのにまさか置き去りにされたの。いやいやいや、ここはさ、信じて待っていようよ。だって待っててって言ってたもん。そう、トイレに行ってるだけですよ。うん、きっと戻ってくるよな。おい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 、ちょっと、うわ、切ねえ。一人で海を見ながらコーラとオレンジジュースを持ってる男だよ。いやー、これはねえ、今もう試されてるね、きっと。俺ね、多分北上さん近くでね、覗いてんじゃねえかなって思うな、俺。俺待ってるわ、これは、ずーっと。うん。どこに行ったんだろう。もしもう、とっくに帰っていたら、いや、そんなことはないよ、な。多分もう一回くらい来るぜ、これ。このパターンは。このパターンは、桜井さんの時に学んだ。ほら繰り返しパターンだよ、これ。待ってる。俺は北上さんを信じる。俺がいない間に何かあった。もしかしてまたあの時のヤンキーが現れたんじゃねえだろうな。考えていても仕方ない。黙って。だからなんで本人がいないところだと下の名前呼び捨てにすんだ。緑を待ち続けるしかないな。緑って言い慣れないな。うわ、まだ来るか。まだ、だってもうちょっとこれ夕方なんじゃないの。待っていよう。諦めた方がいいのかな。いや、諦めない。何かの理由で列車に戻ってるかもしれないけど、でも俺はそれでもけなげに待ち続けようじゃないか。もう来た。あー、よかったよかった。北上さん、よかった、戻ってきてくれて。どこに行ったのかと思ったよ。もうコーラとオレンジジュースもすっかり冷めちゃって。怒ってないの？何を言ってるんだよ。結構心配してたんだからな。いきなりいなくなっちゃうんだから。そう、ここでね。そう、どうして怒らないの？あえて優しさを見せるっていうのがね、伊達男ですよ。こんなことされて私を嫌って当然でしょ。これあえてわざと嫌いにさせようっていうことなんじゃないの。北上さんからしたらあえて嫌われたいみたいな。戻ってきてくれただろ。かっこいい。どうせいい人ぶってるだけなんでしょ。男の人って女の子の前だとみんなそうよね。あ、だいぶやっぱ男性に対して人間不信になってるところがある。ほら、ぬるくなったけど買ってきたジュース。こっちのコーラが北上さんだと思うよ。何言ってるのよ。プシュシュパーなんだこれ。あ、実は今コーラ振っておいたんだ。何するのよこれ。あ、でもうまい。こうやっていたずらを仕掛けるっていうところで、これでおあいこだと置き去りにした罰だよ。どうだ、どう出る。お、え、北上さんがもらってくれた。うわー、今までの北上さんだったら間違いなくそんな振ったコーラをさ渡したらさ、別にっつって何も言わずに去ってくところだったけど、夫婦だって。北上さん今笑った？別に笑ってなんか。はあ、いや絶対笑ったよ。初めてだよな、そんな風に笑った顔を見るのって。笑ってないって言ってるでしょ。俺今涙目です。俺すごい、やっと北上さんが笑ってくれた。うわー、
泣きそう、俺泣きそう。ここに来るまで長かった。でもよかった、これでまた仲直りできそうだから。さあどうかしらね。その反応もね、北上さんらしいね。まだ何かあるの？とりあえず笑ってるよ。このベトベトになった服弁償してくれる？北上さんがにっこり。俺泣いちゃう泣いちゃう、俺泣いちゃうよ。いいねこのやりとり。ベトベトになった服そうだよ、コーラぶっかけたんだからなんつっても。北上さんに、いや初めて北上さんを笑わすことができた。そのきっかけがコーラをぶっかけるっていう理由だとは思わなかったけど、いやでもよかったな。財布に聞いてみないとわからないかな。お、お、笑った。北上さんまた笑った。気のせいよ。そろそろ私列車に戻るわ。号泣です。俺も号泣ですわ。大谷も残り少ないけど、また一緒に観光できるといいね。笑った。北上さんが、北上さんが笑ってくれたよ。ああ、よかった。あそこにいるのは、北上さん。外の景色でも眺めているのかい？もうすぐ旅も終わりだよ、本当に。もうすぐ夢の先ですからね。え？ん？聞いてなかったのか？別に。ただ考え事をしていたから。考え事？何を考えてる？大したことじゃないわ。もうすぐ終点ね。ただこのまま終わるにはまだ謎があるよね、北上さんは。よかったら俺一緒にどっか、俺と一緒にどっか行かない？旅の最後の思い出に。お、いいね。ダメね。ダメか。そうか、何か用事でもあるの？大切な用事なの？これ核心部分じゃないですか。そういうのは仕方ないな。すごく残念だけど、じゃあ俺行くよ。友達。男じゃん。うわ、友達？なんだ？友達がいるの。一人だけ。ああ。私がまだ小さかった頃。もしかして、あの写真じゃないの？写真、見たことあったでしょ？あれか。うん、北上さんが大事にしていた。この子のいる場所、やっと見つけたの。見つけた？聞き込みをしてたっていうのは、もしかしてその写真に写ってる子を探してたってこと？そう。私ね、転校が多かったって話したでしょ？言ってたね。でもこの子とは比較的長く一緒にいたの。仲良くなれたんだ、うん、お互い両親に転勤が多くて各地を転々としてたから。もともと友達なんていなかったの。うん、似たような関係に育った者同士、気持ちが通じ合えたんだね。あの子とはどんなことでも話し合えた。おう、嬉しいことも悲しいことも心の中は何だって。本当に親友だったんだ。でも、え、女の子だよね。またそれぞれが転校を繰り返して。え、男じゃねえのな。男だったらちょっと最後大どんでん返しになっちゃうんだよ。連絡取れなくなっちゃった。電話番号もわからない。北上さんが旅に出たのはその子を探すため。広島のその子が昔住んでいたあたりで聞き込みをして、ようやく今の住所がわかったの。なるほど。北上さんが絡まれてた時、ええ、助けられた時ね。やっと会えるの、あの子に。それがベガに乗っていた理由だったのか。満を持してこのセリフ言っていいですか？謎は全て解けた。じっちゃんの名にかけて。じっちゃんの名にかけては声優さん的に言えば未来ちゃんの声優さんなんだけど、未来ちゃんの声優さんはあの子ですから、名前忘れちゃった、あれだよ、あれいいや、次行こう。だから
まあね、そっか、でも分かったね、ついに。俺も一緒に行きたいなって。北上さんの笑顔もっと見たいから。確かに北上さんの、そうだね、旅の本当の、うん、理由の最後のその笑顔は見届けたいね。あ、遠くから見ているだけにする。だからダメかな。分かった、いいわ。いいんかい。マジっすか、ありがとう。着いたら一緒に行こうか。分かったわ、じゃあ。なるほどね。夢の先着きましたよ、北上さん。じゃあ行きましょうか。そっか、ここで終わりじゃないんだもんね、北上さんはね。むしろここからだよね。どうかしたの？友達に会いに行くという、一大イベントね、旅の目的でございますから。北上さんがそう聞いてくれるなんて珍しいな。そうかしら。初めてだね。初めてではねえか。そうね。でもなんとか住所はね、突き止めたみたいだから、この辺りなの。ここ。もう家まで来てる。この家だと思うわ。うん。見つかったんだね。でも確かめてみないと。おう。きっと間違いないよ。表札だって合ってるんだろ？ええ。何年ぶりの再会か。じゃあ邪魔したくないから、ここで別れるよ。お。会えないのかな、北上さんには。さっきの通り。お、なんだなんだ。さっきの通りの看板の前。ああ、後で行くから。そういう風に約束をしてくれるの嬉しいね。旅は終わりだけど、私、うん、分かった、看板の前だね。じゃあ俺そろそろ行くよ。待って。お、なんだ。そこの角で見ていて、私のこと。とめどなくかわいいな。もう北上さん、いいのかい。だって、私の見に来たんでしょ。ああ、とめどなくかわいい。そうだったな、わかった、ちゃんと見てから行くよ。いよいよクライマックスです。ほら、早くしないと友達と話す時間が減っちゃうぞ。ありがとう、うん、後で必ず行くから。うん。緑。家の前に立ったままだな。早くベルを押せばいいのに。いやー、これやっぱ緊張してるんでしょ、北上さんも。お、お。どういう髪型？ボッサボサだけど。女の子が出てきたぞ。もしかしてあの子が。もう急がないと時間に遅れちゃうわ。あ。これは感動の再会か。どうやら出かけるところだったみたいだな。 あの私、わかる？うん、あ、うちに何か用？分かってねえじゃん。この子だったら中にお母さんとかいるから、そっちにお願い。私時間ないの。わからないの？嫌な予感が。私、おいおいおい、覚えてないの？え、バッドエンドの予感がしてきたぞ、これ。もしかすると私に用があるわけ？いえ違うわ。いやいや、北上さん、何でもないの。ここは勇気出して、ちょっと相手も覚えてるって絶対、うん、どっかで会ったかしら。うわ、きっつ、忘れられてんの？気のせいだと思うわ。うわ、ごめんなさい。これ、えぐいな、結構。唯一の友達だったんだ。私、この辺りで人を探していただけだから。ごめん、友達と約束あって、急いでるから。うわ、えぐい。ここら辺のことは母さんに聞けばわかるから聞いて。友達？それじゃあ。ああ、めっちゃへこんでるよ。あの子探していた子じゃないのか。そうよ。それならどうしてあんなことをちゃんと説明すればいいじゃないか。緑、何呼び捨てなんだよ。私、
すぐに分かった。ええ、あの子本当に見分けがつかないくらい大きくなってたわ。昔の面影もあったけど、でもそうじゃなくて私には分かったの。感覚的にそう思ったんだ。あの子も分かってくれると思ってたわ。だって昔はあんなに仲が良かったのよ、私にはすぐに分かったのよ。悲しいなこれ。私こんなに会いたいと思ってたのに。そうだよね、そのために金沢だよ、金沢から乗ってきてんだよ。でもあの子にとって私なんか九州です。どうってことなかったのよね。いや、そんなことないよ。ただやめて、いいの。会わなくなればそのうちみんな忘れてくわ。誰も私のこと考えたりしない。違うよ、どうしてそんなこと言うんだ。本当のことだからよ。あ、確かになんて言葉をかけていいのかわかんないな。私は今までずっと一人でやってきたわ。こんなトラウマになるぜこれ。それに何でもやれた。人の助けなんか借りなくてもなんだって。ここに来てこんな波乱の展開か。これラストだよ。だってもう一人ぐらいいると思ってたわ。いてほしかった。私のこと気にかけてくれる人が。なるほどね。つまりそこから俺絶対いるって思う。嘘、同じだわ。違う、みんなそうよ。それは一緒にいる時だけ仲良くするふりして、誰も相手のこと本気で考えたりしない。そんなことないよ。北上さんの友達だってきっと北上さんのことを思い出してくれるはずだ。違うわ、みんな自分がその時一人でいたくないだけ。相手なんか誰だっていいの。完全に心を閉ざした。最後にまた北上さん。でも私はいいわ、いつだって一人でいたんだから。ラブヘイトの世界だ。誰とも話さなくても、誰も私に構わなくても。これはちょっと救ってあげないといけない。伊助君が、俺は絶対に忘れたりなんかしないよ。どんなに離れていても北上さんのことを思っているよ俺。嘘、それは嘘だわ。もう旅は終わりよ。もう二度と会わないかもしれないのよ。ではどうするの。私のことなんかすぐに。違うよ、もし二度と会わなくても俺は北上さんのことを。もうやめて、もういいの。本当に頑固だな。それでも嘘だと思うならずっと一緒にいればいい。お、旅が終わっても別れたり離れたりせずずっと一緒に。そんなのできるわけない。この前できるわけないわ。告白じみたこと言い始めちゃった。そんなことない、緑。初めて記者の名前で呼んであげたんじゃない。今までね、モノローグとかで緑っていうことがあったけど、緑って。そんなことないよ。今までありがとう緑。緑さん、いや、さよならはしたくない。どこに行くんだよ緑。緑ついてこないで。緑行っちゃったか。お、未来ちゃんじゃないのかこれ。未来ちゃんの看板。あ、でもそうだよな、看板の前で待ってってっつってたよな。確かにさっき。うわ、待ち続けてる伊助くん。未来ちゃんの看板の前、おぉ、ずーっと待ってるよ。雨だ。あの時の海の日のデジャブを少し感じる。あ、来てくれた。緑。何？雨の中。知ってるの？傘もささずに、ずーっと待ち続けてたんだね。夜中まで。人を待ってるんだ。だいぶ濡れてるわ。風邪ひくわよ。いやらしい。いやらしくねえよ。今いいとこだよこれ。そっちこそ、傘さしてこなかったの？気にならなかったから。これ雨に濡れてる。この描写もいいなこれ。そう。おー、
どうして待ってたの？もう来ないかもしれないのに。ここにいるって約束したから。もし緑がここに来た時、俺がいなかったらまた緑が一人になるだろう。こんな雨になってまで？気にならなかったから。そうだろう。やめて。未来はバラ色。もう後ろの看板が正直ちょっと面白いところはあるけど、未来はバラ色の看板の前で傘もささずに男女が緑。あお！信じたくなるから。未来はバラ色だ。信じたくなるから。緑、どうして私を嫌わないの？私のこと分かってるんなら、あんなに冷たくしたのに、どうして？何も言わなくていいよ、もう何もね。おっ、素晴らしい。もうここでチューしちゃった。だからこれ口紅の看板の前か。なるほどね。そんで未来はバラ色ってことか。はあ、こんなことくだらないわ。雨も上がったじゃないですか、緑。でもたまには信じてみてもいい。こうね、友達とのことで心がまたバーンと閉まったのを一気に解放させたね。私の気持ちも。笑ってくれてる。そうだな。もう一度あの子に会いに行ってみる。えらい。ちゃんと話せば、私のことを思い出してくれると思うから。そうだよ。それがいいよ。自分から心の中を話せばきっと元の友達に戻れると思うよ。それが大事なことなんじゃないかな。そうね。それなら私早く行かなくちゃ。ああ、緑との旅楽しかったよ。そう。あ、今のそうがすごいすごい感情こもってたな。すごいいいなこれ。また会えるよね。会えなくても私のこと忘れないんでしょ。緑はそれでいいのか。どうかしらね。会いたければ会いに来ていいわ。北上さん、いや緑らしい返答だねこれね。素直じゃないな。いつの間にか緑って呼んでるのね。やっと突っ込まれた。そこいいだろ緑。別に緑。オッケーと受け取っておくよ緑。じゃあまたね。あ、また。はあ。泣いちゃう。これ。緑よかったな。ここで会えて終わらすってとこもいいな。きっとあの後ね、友達に会いに行って、心の扉を開いた緑なら。とね、あの友達ともまた仲良くすることができるでしょう。そしてリスケ君ともこれから幸せな日々を送るんじゃないでしょうか。笑顔の日々を、未来はバラ色な日々を送るのじゃないでしょうか。緑。いやでも最後あれだね、緑も良かったけど、伊助くんも男前だったな。うわー、めちゃくちゃ可愛いな。これデートしてるんじゃないの。可愛い。でもこの表情から見るに、やっぱこの友達とも和解できたんじゃないかな。伊助くんともね。あーもうすっかりいい仲になっちゃって、あららら。恋人つなぎってやつじゃないですか。
よかったね。伊助くんのパーカーも輝いて見えるよ。あのヤンキーに絡まれた時はクソダサかったのに。よかった。いや本当にね、感動的なシナリオでしたね。緑最後までいいなれます。さあこの後はエピローグが出てきます。エピローグどんな感じ。おお、緑どっちが好き。髪切ったな、バッサリいったね、随分ね。ショートカットにしちゃったんだ。でも悪くないんじゃない。右の方かな。じゃあ反対のにしよう。あー、やっぱ素直じゃねえな、緑言ったな。嘘、冗談よ冗談。ごめんね。うっそーって。もう本当に考えられない、北上さん時代からしたら考えられないセリフだな。うっそー。じゃあ気に入った方を試着してくるね。うわー、もうラブラブだ緑と。うわ、めちゃくちゃ可愛い。なんか急に髪伸びた。さっきからいいんじゃないかな。似合う似合う。見立ててくれたこの服でデートを続けるかな。おお、すみません。キャラ変わってんじゃねえか思いっきり。あらららら、幸せ。デレデレしちゃう。緑デレデレだよ。服買ってもらったから。違う違う。さあ、うわ、行こっか。幸せそう。いやー、こんな幸せそうなところ見れてよかった。はー、感動的でしたね。本当にね、あの北上さんがこうしてね、笑顔を見せれる女の子になってくれて心からよかったと思います。おめでとう。さあ、お嬢様エクスプレス実況プレイ、いよいよフィナーレ。長かったこの旅も本当の意味で終わる時が来ました。残るキャラクターはあと一人。次回最後のキャラクターは、そう、もちろん、つばさちゃん。